はい、どうも、ぶんからです。久々にラジオを撮ろうかなと思っております。ただ久々の動画になりますね。もう約1ヶ月近くの動画になるんで、ちょっと緊張しております。一人で喋るには心細いということで、ゆうやに通話をかけてみましょう勝手にかけてみましょう。もしもし。お疲れ。聞こえる？うん。ああ、よかった。いや、今大丈夫。どうしたん？今大丈夫。うん。ちょっと話そうよ。いいよいいよ。はい、ということで、ぶんからです。あ、ゆうやんです。メープルラジオ久々にやってまいりました。いや、すんごい、どうも久しぶりです。いや、今鼻水出てます今動画撮ろうかなと思ったんだけどさ、久々に一人で話すのもちょっとあれだしなと思った。それ今日ゆうやんから連絡あったし、ゆうやんにかけてみようと思って。あ、なるほど。うん、そろそろゆうやんとも喋りたいなと思ってさ。そうね。うん、最近どう？最近？うん、なんも楽しくねえ。なんも楽しくねえよなテレビつけたらコロナコロナで、ほんとコロナ、もうコロナビールでも飲んでろってろ、ね、なんかすごい怒っとるらしいよ、コロナビールの人が。なんか、まあ、うちとは関係ないのにみたいな。ねえ、名前が一緒なだけでね。そうそう、損かわいそう。ね、あ、そう、ゆうやんに話したい話があったわ。うん、話したい話というか聞いてっていう話なんだけど。うんうんうん。あの、うちの母親がおるじゃん。うん。この間一緒にご飯食べよったんよ。うん。そしたらね、あの、母親は喘息持ちだけさ、たまに喉がヒューヒュー言うんだけどさ、うん、これだね、急にご飯食べようかなと思ったら、母親の喉からさ、うん、メーって聞こえたんよ。もう小ヤギのメーが聞こえたんよ、ご飯食べようと思ったら。うん、えっと思って俺、パッて母親の顔を見たらさ、うちの母がこっちを向いて何て言ったと思う？ねえ、今の何の音って言った。お前の喉だよ。お前だよ。お前の喉だよ。うるせえな。さすが、さすがお母さん面白い。本当、どうかしとるよ本当。いや、もう面白い。そういうの好き。完全に自分の喉からめーって言ったのに、何の音今の。しかもすごい真顔ででしょ。そうよ、この家なんかおるんじゃないみたいな。何の音面白すぎる。もうほんとそんな毎日。いや、いい毎日。ほんとそんな毎日。最近変わったことあった？なんか変わったこと。変わったことか。平凡？うん、平凡だね、別に。うん、なんか何もないね。何もない。何も変わったことなかった。うん、まあ、強いて言うなら、うん、モンストの鬼滅の刃コラボすごい頑張りましたよっていう。はいはいはい、あれね、俺結局サポンジ倒せんまんまだったよ。そう、なんかね、途中からちょっとタイミング合わなくてさ、ぶんちゃんの手伝えなくてさ、申し訳なかった。いやいや、でもね、いや、ゆうやんってやつ時はあれは面白かったよね。クリアできんのに2人で爆笑しよったもんね。うん、めっちゃ面白かったね。いや、今回のでもクリアできんかった人多いんじゃない？意外と多分ね、モンストやってる人口の 6% しか柱に慣れてないかな。はあ、いや、いや、もう俺それでさ、うん、もういけんけ、ちょっと諦めて、もう日々のクエスト回しよってさ、うん、あ、そしたらそろそろあれでしょ、ドラえもんコラボが来るんでしょ。そうだね、映画がやるからね。あれちょっと楽しみないね俺。なんか多分ね、うん、なんだっけな、多分クエストやって、うん、コインを集めて、はいはいはい、で多分100枚貯まったら1体交換できるみたいな。あーね、そうだから、ひたすらクエスト消化みたいな。ガチャもあるんかな。ガチャはどうなんだろうか。どうなんだろうか。あとさ、4回ぐらい引けば50、うん、星のかけらが50個貯まるけさ。あ、なるほどね。ドラえもんに合わせたいなと思って。そうだね、だったら一応貯めといた方が。だよね。うん、しかも今ちょうど20個あるんよ。あ、だったらもうそのままの方がいいよね。うん4回連続で外れ引かんとダメだよね。でも星5が出たら星のかけらってもらえないよね。
まあでもね、毎日のログインボーナスでなんだかんだ、それまでには5ぐらいはもらえるだろうから。そうだね。うん。あとなんか買ったことあるかな。あ、最近バイクに乗り始めた、また。おお、よかったじゃん。そう、バイクもうね4ヶ月、まあ半年ぐらいかかったんだけど、その手に入れるまでに、うん、ずっと乗りたかったバイクがあって、うん、うんうんうん、それに乗り始めたんだけど、やっぱ寒いけど楽しいよね。まあ気持ちがいいよね。気持ちがいいね。うん、気持ちがいい。ほんと俺はもうバイクであの交差点の端から端まで吹っ飛んだもう記憶があるから怖くて乗れない何その衝撃的なトラウマすげえ衝撃的なトラウマ今聞いたけど、もう怖くて乗れないけどね、あの気持ちよさは分かるからよく生きとったね。うん、ほんと死ぬかと思った。交差点の端から端まで飛んだんだよ。そう、空中をピューンって怖っ。目の前に女子高生2人がいて、うん、俺が その頃に向かって吹っ飛んでってでもこっちはなんかもう、あ、死ぬんだろうなっていうのが分かって、うん、スローモーションになったの。ああ、なるっていうよね。周り全てが見えるみたいな。へえ。そうだからキャーって言われてるのも分かったし。あ、じゃあもう空中でさ、女子高生がおるのが分かるんじゃん。そう、あ、怖っどいてくれって思いながら怖っ。でズドンゴロゴロゴロってなって、うん、バッて起き上がってえ、で、うん、道路に落ちた自分の iPhone 取り、うん、歩道に歩いていき、うん、フェンスに倒れ込んで意識を失った、うん、あ、よかった。俺の相方ロボットなんかなと思って大丈夫、ちゃんと意識を失えた。起き上がりって言った瞬間、あれ、俺の相方ロボットかなでも、うん、奇跡的にそのハンドボールをずっとやってたから、うん、無意識に受け身を取って頭は打たなかったの。えらい、えらいわ。そう、だから助かった。頭やっとったら終わりだもんね。うん、終わってたね。あ、よかった、生きとって。で救急車で目が覚めて、ここどこだっつって叫んで救急隊員が怖えわやべ、絶対この人薬やってるわってなって、大丈夫ですよみたいな、すげえ眺められて。あ、そうよね。そうそうそう。で病院着きます、うん、じゃあレントゲン撮りましょう、うん、でもあの、なんつうの、この左の腰骨、はあ、左の腰骨、ね、のところがもうあのへその斜め下にあるさ、腰骨ある、うん、あるね。そこを一番強く打ってて、はい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 もうなんつうの、皮ペロンってなってて、グロー。それを知ってか知らないか、レントゲンのおばちゃんが、じゃあ下げますね、バッて下げがって、うわーってなってまた半分意識失うっていういや、痛い痛い。そう、痛かったすんごい痛かった。すんごい痛いね。うん、っていうか怪我人に優しくしろや。いや本当に、あのおばちゃんだけは俺今でもちょっと恨んでる本当に本当に痛かったもんだってそれを恨むわね。そう、意外とあのしんどい時にかけられた言葉って忘れんよね。忘れない ね。俺もさ、石垣に頭から突っ込んだ時にさ、おで石垣にどうやって頭から突っ込むね何がどうなれば突っ込む。熱中症で気を失ったままそのまま突っ込んでさ、あー、なるほど、うん、で頭割れて、うん、で唇割れて、ほっぺた割れて、病院行ったんよ。で、うん、縫ったんだけどさ、その時先生が笑いながら、いや、もうちょっとでブラックジャックになるとこだったねって言ったんよ。いや冗談言ってる場合じゃねえんだよっつって俺その時の記憶今でも忘れんもん忘れないよね、そういうのね今冗談言える状況じゃねえだろ。そうそう、あのしんどい時とか辛い時は忘れんよね忘れない、本当忘れないと思う久々に話して2人とも何の話してんの。痛い話、うん、なんかちょっと感覚を忘れてしまった感覚忘れちゃった、ただの雑談。感覚ごめん、みんな忘れちゃった置いてけぼり。もうちょっとやるわ、ごめん本当に久々 でも仕事の方はね、実際まあだいぶ落ち着いたんで、お
うん、だからね、文ちゃんとタイミング合うときは、ほんとほんと、うん、またラジオもね、どんどん上げていきたいな。上げましょうよ。いや、うん、俺もね、ネットの工事がすごい時間かかって。あー、そっかそっか。そう、ほんと1週間ぐらい前かな、うん、にようやくつながった。あー、つながったんだ。そう、ようやく。オッケーオッケー、よかったよかった。なんか今引っ越したとこが線路の近くなんだけど、うん、なんかいろんなとこに許可取らんといけんくて、それがおりんくて。ああ、許可いるんだ。そう、なんか国か県かの許可がいるみたいな。うるせえよ。うるせえよ。動画あげれねえよ。もう誰も待ってねえよ。俺は待ってる。ありがとう。オードリーみたいになる。もう誰も聞いてねえよこれ。いいね、今の掛け合いすごい好きやった。まだ2人の間の感覚は大丈夫じゃね。ちょこちょこ、うん、大丈夫だね。たまに連絡取れたけど大丈夫だ。うん、うん、そうだね。これでお互いしらーっとしとったら面白いけどね。面白いね。それはそれ。何言ってんのみたいな。うるせえよ。うるせえよ。うるせえよ、ごめん。一番嫌なパターン。仲悪すぎだろ。まあまあ、でもまたいろいろ遊びましょうよ。そうだね、遊ぼうね。遊びましょう。まあ、まあ、みんなもね、ラジオとかね、動画とか待っててね、いろいろ。あ、ほんと。うん。お願いしますよ。お願いしますよ。じゃあまあ、今日はこの辺で。そうだね。また話しましょう。そうですね。はい。それじゃあ、バイバイ。バイバイ。